今年の第74回 NHK 紅白歌合戦の司会者が6日に発表され、女優橋本環奈さん、浜辺美波さん、お笑いタレントの有吉弘行さん、高瀬アナウンサーの4人が司会を務めることが分かりました。今年の紅白のテーマはボーダレス超えてつながる大晦日で、初めて紅白の司会に抜擢された有吉さんは、一番尊敬している内村さんが以前紅白の司会をしていたのを見ていて、いつか内村さんのようになりたいと目標にしていたので信じられないです。去年紅白で歌を歌わせてもらう機会があって、携わってすごい番組だと思いました。だからもう一回くらい携わりたいなと思っていたら、司会の話が来たので驚きました。今まで司会をされた方の中で一番小ぶりだと思いますが、すごく光栄だし嬉しいです。出演者に関しては、いつも仕事している芸人連中はあんまり関わりたくないので TV で見てほしいですとコメントしています。同じく今年初めて司会を務める浜辺美波さんは、お話をいただいた時には驚き、同時に胸が高鳴りました。未熟な点も多いとは思いますが、当日まで考えられる全ての準備をし、共に司会を務められます有吉弘行さん、橋本環奈さんの力をお借りしながら、この歴史ある紅白歌合戦をより盛り上げられるよう努めてまいりますとしています。昨年に引き続き2年連続で紅白の司会に抜擢された橋本環奈さんは、昨年に続いて紅白の司会を担わせていただくことになりましたこと、大変光栄に思います。1年の締めくくりとなるこの日、素晴らしいアーティストや楽曲、パフォーマンスを有吉弘行さん、浜辺美波さんと共にお届けし、皆様が少しでも明るく幸せな新年を迎えられますよう、新鮮な気持ちを持って、この国民的行事である紅白歌合戦の司会という大役に臨みたいと思いますとしています。そして今年の紅白司会者発表を受けて、ネット上では有吉がついに天下を取ったかのような上り詰め方だな、有吉が紅白の司会とは予想外、でも内村さんつながりと思えば十分ありなことか、有吉はカネオくんだけは丁寧に番組やってた、紅白狙ってたんやろうな、カンナちゃんと浜辺美波が交互にカラオケするだけでいいよ、朝ドラ関係で浜辺美波だけでよかったろ、有吉もいらない、高瀬浜辺だけでいいじゃん、ジャニも消えて有吉が司会、いよいよだな、などの声が上がっています。橋本環奈さんは昨年初めて紅白の司会を務め、大舞台でも物おじせず、大きなミスもなく堂々とした司会ぶりに加えて、キツネダンスや郷ひろみさんとのデュエット、ディズニーメドレーで歌声を披露して、番組を大きく盛り上げ、視聴者から絶賛の声が相次いでいたので、2年連続の起用には納得です。橋本環奈さんは来年後期放送の NHK 連続テレビ小説おむすびのヒロインにも抜擢されており、今年も好評であれば来年の起用もありそうです。また浜辺美波さんは先月終了した朝ドラ「らんまん」でヒロインを演じ、高瀬アナは2日からスタートした朝ドラ「ブギウギ」で語りを担当しており、2人の起用にも納得です。意外なのは有吉弘行さんの司会起用で、有吉さんは2019年から有吉のお金発見突撃カネオくんで MC を務め、そして昨年の紅白では歌謡コーラスグループ純烈の応援ゲストとしてダチョウ倶楽部と共に紅白に初出演し歌声を披露するなど、近年は NHK の番組に出演するようになったものの、紅白の司会に抜擢とは驚きました。このまさかの人選をめぐってネット上でも賛否両論となっていますが、橋本環奈さん、浜辺美波さんと共にどういった司会ぶりを見せるのかに注目したいですね。